売国自民党ニュース。萩生田、ゆり子、都知事選、4年前も逃げまくり。蓮舫さん、小池を追及します。いいですよ、見てください。それでは蓮舫さん。はい、質問の機会ありがとうございます。小池都知事にお伺いをいたします。今後の討論会のあり方についてなんですが、毎日のように私のところにもテレビ局から小池都知事と蓮舫の討論会を企画したいというご依頼をいただくんですね。ただ残念ながら小池都知事側から多忙を理由に、断られてしまって、番組の企画そのものが成り立たないと言われてしまってるんです。知事の耳に届いていなければ残念だなと思うんですけれども、やっぱりこの東京都知事選で私は知事の考えを伺いたいところ、議論をしたいところがたくさんあります。確かに都知事で選挙に臨むというのは大変だと思うんですが、私も大臣として選挙に臨んだことがあります。夜のニュース番組の時間帯の9時とか10時とか11時まで、そこまで公務があるというのはなかなか連日続きはしないと思いますので、ぜひ活発な議論をさせていただきたいと思います。これからもこうした討論会、テレビ番組が企画をした討論会にぜひ一緒に出ていただけないでしょうか。はい、これでよろしいですか。はい、お願いいたします。じゃあお答えいたします。いくつもご連絡もいただいているかと存じます。なかなか公務で忙しいというのは、これはもうお分かりの通りでございます。また今回は50人以上も出られるということで、この公平性の担保をどうするのかというのは非常に大きなテーマでもあろうかと思います。よってですね、これからもうすでにいくつかご要望もいただいておりますので、それらの討論の機会を生かしていきたいと思っております。今のお答えに対してのコメント30秒で、はい、公平性の担保は大事です。でも今日ここで記者クラブの主催でも4人ということでやらせていただいてますので、一つのスタンダードがここにできていると思います。先週 BS のある番組で知事が夜だったんですけど番組に出られるというので、そこから私も何度も出演依頼をいただいていたので、では今日同時にお願いをしたら断られました。それがどういう理由なのかは分かりませんが、今知事から前向きな言葉をいただきました。生かしていく、ぜひこれからもテレビ番組の討論会等を通じて有権者の皆様方に私の考えも伝えていきたいと思っています。ありがとうございました。萩生田ゆり、小池ゆりがもっともっとボロボロになっていきますよ。楽しみ。